おはようございます、ありがとうございます。一番くまさん、おはようございます。暑いですね。なんと関東梅雨明けしましたね。なんか梅雨になってから何日雨降ったかな、なんか 2,3 日ぐらいしか降らなかった気がしますけど、最短梅雨明けらしいですねなんかね、これ今からこれでどうなるんだって感じですけどね。まあいろんな年がねありますけど、結構ねなんかすごいもうギラギラ、なんか夏休みの朝みたいな感じになってますね。いかがお過ごしでしょうかっていうか、ひたすら暑いですけど、どうなんですかね、そういうもんだと思ってしまえばまあねあれなんですけどね。そうするとやっぱりね、涼しいところに、朝晩涼しいところに住んでる方ってねやっぱりいいなって思うかな、そんなに思ってないかな、口だけかもしれないとか言って、まあねそんな朝ですけど、特に何もないんですけど、どうしようかな。先にまたなんか私明日からちょっと2泊でいないので、も朝はまだいますけど、なのでちょっと準備しなきゃっていう感じでしてたんですけど、今もなんか宅急便で送っちゃいたくてなんですけど、そんな感じですかね。そうするとなんかいろいろとね、なんかあっという間にね経ちますね。もう7月になっちゃうんですよ。そうするとでなんかそうでなんか7月またもう一回今度また広島行くので、それ練習しなきゃみたいなですかね。でそれもちょっと一応どうなんですかね、ちょっとぐらいは一応告知してって言ってたのでしなきゃなんですけど、その前の6月のがまだなんかちゃんとまだ中途半端終わってないので、皆様にそんなところですね。じゃあちょっと先に引きたいと思います。お願いします、ありがとうございます。
終わりましたありがとうございました。なんか水でしたね、水知らないですけど、ちょっと昨日からな、昨日なんか水でしたね、なんか水なんか、まあ、暑いからねっていうか忘れてましたけどっていうか、そうですね、でなんか水好きなんですね、水がテーマの曲っていっぱいあるんですよね、そういえばね。それで、昔色シリーズっていうのやってた時に水色っていうテーマでやったことありましたね、そういえば。水の戯れ、水の繁栄とか、水のまあなんか海を渡る聖フランシスとか、リストのねとかね、水関連の曲、そうですね、いろ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 っていうか、でその頃は即興なかったんで、即興足せばだいぶなんか揃いますね、まあ、いつかそれまた来年あたりやりたいかなって。やっぱり水って重要ですよね、当たり前だけど、前になんか本を教えてもらった時にもう全部忘れちゃったんですけど、なんか水をの、まあ、究極の健康法っていうか、なんかそういう本ありましたけど、やっぱり水だけ特別の力があるらしく、そのなんか人は、アメリカかなんかの人ですけど、結局、その水を飲むだけなんですよ、水を飲むっていうだけで全てを解決するような本で、あらゆるね病気とかがそれによって、だからまあそれはまあやっぱそういう不思議な力があるんだなっていうのは、だんだん最初はなんかちょっとそれ読んだ時分かったけど、うーんって感じだった、ピンときてなかったんだけど、結局ね、そのなんでそんな、その即興が今日水だったからそうなっちゃったんですけど、その人お医者さんかも、本当にこの思いつきっていうか今思ったから、なんか題名もなんか水飲み健康全然違うかもしれない、なんかとにかく翻訳の本で、でなんか結局そのアメリカとかそのすごい格差がある社会で、高額だったりそうじゃなくても、お金がいる医療っていうのはお金をどれだけ持ってるかによって差が出るけど、水だったら絶対全員が持ってるじゃないですか。でそれだけで、でなんかまあ飲み方とかいろいろ、だからとにかく水を飲みましょうってことなんだけど、まあそれによってちょっとそれ、ただそれだけ聞くとなんか多分間違っちゃうと思うんであれなんですけど、本当にその多分物理的な、よく美容で1日何リットルとか言ってるやつとかいろいろあるけど、そのなんか物理的にこうでなんか肌とかなんか細胞に、ありがとうございます、さすが弥生さん、病気を治す、みんな言ってる、違う、なんか全然なんかすごいね、さすがですね、なんかこの弥生さんとキキティースプーンさんと全く接点ないのになんて、そうです、それでなんかだ、それをなんか思ってた、そこじゃないんだなって思ってきた、なんかそれももちろんいいんだけど、その細胞とかなんかその物理的に水分が足りないのは絶対良くないんだけど、もっとなんか不思議な力がやっぱり多分根本的な根源的な話で、なんか何かがそこに意識を向けること、なんか水を飲もうと思うっていう、そうするとなんかちょっとうまく言えないんだけど、
ていう、なんでそんなこと言ってか、その本忘れてたんだけど、最近なんか意味がちょっと分かってきたっていうか、やっとちょっと腑に落ちてきたっていうか、なんか別になんかがあったわけじゃないんですけど、なんかそれでその多分まずそのそういう意識に切り替わるっていうことがまず何かスイッチ入る、その病人が薬で治す、誰か治してっていうところから、水を飲んで自分で治すっていうところにこうちょっとシフトするっていうのが多分まず、だって誰にももう頼ってない、まあ、水に頼るっていうか、水って別に自分で飲むだけだから、そこで多分ちょっと何かが変わるかもとか思ったり、でもそのやっぱ水によって何か変わる、なんかちょっとダメだ、もう説明できないけど、なんかが絶対あるんですよ。もっとなんか不思議なっていうか、でだから水ってやっぱり根源っていうか、でなんか私が前っていうか、どのぐらい、ちょっと前、2、3年前ぐらいに、なんか何かのご縁で、一橋大学のなんか文化なんとか講座っていうので、世紀末の、美術を先生、それはなんか一橋大学の卒業生の勉強する、なんかそういうなんか講座が常に開かれていて、そのなんか美術の先生がなんか、だからウィーンのせいだから、クリムトとか、本当クリムトの時代ですね、あの時代とかの、でも多分フランスの世紀末とかも書けたの、だからなんだ、モネとかロートレックとか、あの辺と、そのでも実は実版面白いんですけど、フランスのパリの世紀末とウィーンの世紀末と同時期なんで、やっぱり同じように同じ時期に文化が乱熟して、行くとこまで行ってまた次に行くんですけど、だからそのなんかそういうその文化的にめっちゃ面白い時代のパリとウィーンってやっぱ違う熟し方をしていて、でやっぱり今ほどこんなにこう通通でネットでとかって、その他の世界の他の人が何やってるかがそこまではダイレクトに分かんないから、やっぱり違う熟し方をしてて面白いんですけど、そのウィーンが思うだったか、とにかくなんかそれの話とのなんかセットでなんかピアノ弾くみたいなのがあって、話が長い、そこに なんでその話するかっていうと、そこ行った場所が女水会館っていう、一橋大学のなんかそういう会館、なんかいろんな施設がいっぱいある大きい部屋とかあるとこで、その会館の名前が女水会館っていうのが、すごいなんかこう、そのあの方たちのなんかなんていうの、大事な言葉みたいで、でそれがなんか水のごとくなんですよ、水のごとくで、なんかそのな、まあみんな知ってて、みんな父とかそんなの当たり前だよとか言って、私は知らなかったから結構感動して、なんかなんていうの、その一言で水のごとくあれみたいのってなんかかっこいいなってすごい思って、水って確かに水のごとくあったら最高なんじゃないかって思ったんですけど、なんていうの、だからそのちょっと空気に近いけどそういうなんかね、なんていうの、あらゆる形になるし、あらゆる隙間を埋めるし、で誰なん何も壊す、あまあみでもパワーあるからね、確かに津波とかそういうこともあるけど、だからまあ力もあるし、なんかだから水のごとくって言っちゃえば簡単だけど、それ全てじゃんみたいな風に思ったんですけど、でなんかすごいめっちゃいいなと思って、そういうのいいなと思って、そういうなんか人としても例えば水のごとくってすごくないですか、なんかめちゃくちゃ役に立つんだけど、無色透明ですからね、
無色透明だから、まあ、ある意味触媒でもあるけど、なんかものすごい私はそれがなんかフィットしたっていうか、なんかと思ったんだけど、それを今思い出しましたけど、だからまあ 水と音もちょっと近だから、あらゆる水ぽいとは思うかな。あらゆる、音を出すときに、ちょっと水扱ってる感覚っていうのはすごい、私だけですけど、でもなんか生徒とかに言うとたまになんかわかる人もいるが、なんか、こういう感じみたいな。水扱ってる感じってあるじゃん。水扱ってる手の感じとか。水が滴り注ぐとか、注ぐっていうのもすごい、注ぐってすごい感じがするんですけど、私なんか注ぐで、なんかだってなんか映すんだけど、 こっちからこっちに映すんだけど、その注ぐって言葉になんかこうこぼさないっていうのがあって、こぼさないためにはすごい高度な人間としてのなんか、なんか距離感と角度と、それからその容器のいろんな状況にもよって、すっごいそこに集中するじゃないですか。それでなんかすごい思うんですけど、注ぐって注ぐって感じでなんか弾く、即興とか完全に注ぐって感じなんですけど、だからなんか水みたいになりがちだし、まあ、水はなんか切り離せないんだろうなっていうのを、なんか改めてちょっと今日水っぽくなっちゃったんで思ったんですけど、そういえばなんか一つ、オンディーヌって水の精ですよね。オンディーヌってローレライとか、みんな水のなんか怖いっていうか、やっぱりその裏表って、まあ、水の本質を表してるっていうか、魔力もあれば、怒らせたらもうなんか命取られるみたいな、だけどどうしようもなく魅力があってみたいな、そういうなんか水の精、絵でもありますよね。オンディーヌっていう絵っていっぱい、なんかちょっと水死体みたいな絵もあるけど、でそのドビッシーのオンディーヌはいいんだけど、ラヴェルのオンディーヌっていうのが本当にも多分一番難しいんじゃないかな、全部の曲で。まあちょっと言い切っちゃうのはね、そのいろんなことがあるからあれだけど、それがねなんか好きなんですけど、まあちょっとね、生きてる間に一回弾けたらいいなと思う、弾けたらっていうか、ちゃんと弾きたいなっていうやつが、だから水シリーズっていうと、いや何回かオンディーヌプログラムに載せて、当日下げたっていう、結局ちゃんと弾いたことないかな、表でっていうのがねありますけど、やっぱ魅力だなって、水は魅力だなって思うし、なんかなんだろうなって今最近だから、またその水シリーズやりたいなって、今度の、まあ、クリスタルビューティーもちょっとね、水はやんないけど、のもうちょっとクリスタルは硬質だからね、透明だけど石ですからね、なんか固めたものですよね。もうちょっとこう、なんて言うんだろう、本質っていうか、クリスタル、なんていうの、コアっていうか、なんだろう、そうですよね、固めたものだけど、そうですね、そんなこと思ったりしましたっていうとこですかね。なんかそれがなんかまたね、もう来年なんてなんかもう見当もつかないので、さっぱり分かりませんけれど、そうですね、あれですね、その
やっぱ世紀末、また世紀末で、そのよ夜のガス、オンディーヌっていう曲は、またこれも今また思いつきで言うと、思いつきでっていうか、まあ、ちゃんと合ってるか忘れちゃったけど、夜のガスパールっていうあの組曲で、で、1曲目が、1曲目がオンディーヌかな、で2曲目が考察台みたいな、すごい怖いやつなんで、3曲目がスカルボって言って、また悪魔的なすごい曲なんですよね。あの ストーリーがあって、だからやっぱり音楽と文学は切り離せず、あの裏表でもうそれがもう超憧れで、そういえばなんか今日はなんかあの原点を思い出すじゃないけど、その本当に憧れる、なんかそのそういうなんか そういうなんか渦中の人たち、なんか多分その時になんか盛り上がってるなんかストーリーとか、あるいは多分だからあの今だと古典みたいだけど、その時にはでもまあ古典を引っ張ってきてっていうのもあるけど、そのなんかこうする感じ、そのはストーリーから音とか、音からストーリー、そっから絵とか、ちょっとなんてなんかねとか言って、あのだからその夜のガスパールっていうのも、なんていうのかな、なんか結局言葉には表せない、音にも表せない、色にも表せない、なんか見えないか見えるかギリギリのなんかこの世の本質みたいな、根源みたいのが、あのそれこそ月を指す指じゃないけど、そのそれ自体は言えないっていうのをみんなで見ていて、でそれをその自分の持ち札っていうか持ってるやり方で、そこには触れないけど、その周りからこうみんなでこうそれを指すみたいななんかのって、すごい、だからやっぱりその時代のそういうのを合わせ技で鑑賞するっていうのは絶対面白いですよね。なんかそういうのやりたいかも。なんかまず課題図書なんかだから、あれとかね、ダンテを読んでとか言ったら、あのダンテの新曲って、あの何だったっけ、地獄にあの何だった、死んじゃった妻を探しに、またこの雑な話、なんかそういうなんか古典のがストーリーあって、でそれに対して絵を描いてる人いっぱいいるじゃないですか。でそれに対して曲を書いてる人もいっぱいいるから、そういうなんかそれをその世界を味わうみたいなのも絶対面白いんですよね。そうすると何かそこに関わった全員が見てる何かがちょっと感じられるかもしれないとかね、まあそういうのやったりもしてたんですけど、なかなか全部が揃わないと、そしてなんか練習が最後結局そこがなんかね、そこばっかりになっちゃうんですけどねみたいな感じですね、とかね、面白いですね。なのでとか、そうあれもそうですよ、波を渡るセーフランシスっていうのも、サンフランチェスコっていうそのね、イタリアの領館さんみたいな感じで、動物とお話ができて、なんか例えばなんか里の方になんか来ちゃって、みんなが怖がってなんかっていう狼が来ちゃったら、狼とお話ししてなんか本当の話らしいけど、なんかちゃんと話し合いを持って、なんか狼になんかのなんか言い分もちゃんと聞いてみたいな、とか鳥と話が普通にできて、だからそのそれは巡礼の年俸ってリストのなんか組曲の中のそういうなんか、まあ彼はリストは最後の方にで亡くなるっていうか、
最初はちょっと話が飛びますけど、その今度そのリストの、まあ、波を渡るっていうやつからなっちゃったんだけど、最初はロックスターみたいな感じで超イケメンで、みんな追っかけがすごくて、それでもう派手な、いいんです、素晴らしいんですけど、派手な曲、みんながおおってなる、感動する曲、感動っていうか盛り上がる、だからコンサートで盛り上がる曲みたいなのをこう狙ってちゃんと書いてた人だけど、まあ、いろいろあって仏門に入り、なんだ、お坊さんじゃなくて、牧師になって、それで今度はもうそういうなんか宗教的な色が濃い曲いっぱい書くんですけど、その巡礼の、だから曲を書くことがもう巡礼になったんだと思う。巡礼の年俸とかって言って、いろんなバージョンがすごいすごい曲集があるんですけど、聖フランシスの曲は、鳥とセットで、それもあれもいいんですよね。鳥とセットでひたすら鳥と聖フランシスがお話ししてるっていう曲で、分かりやすい、鳥がこう鳴いてるところがあると、今度聖フランシスがお話ししてますっていう、なんか語るみたいなところとか、香り番号に出てくる曲があって、でもう一個が波を渡るっていうと、もう本当にずっと波の音がしてて、そこをなんかね、なんて言ったらいいんだろう、勇壮っていうんですか、なんかその上を、だから波の上を歩いていく奇跡を起こす感じがめっちゃ出てる曲なんですよね。なんかこう、なんて言うんでしょうね、あの感覚、雄大っていうか、そういう人がこうなんていうのかな、波を割ってはいないんだけど、そういうモーゼ的な感じ、モーゼがこう、映画だったらいよいよモーゼが登場しましたみたいなシーンみたいな、すごく、だからリストってビジュアライズがうまいかなと思いますけど、そういうのとかね、水シリーズだったらやることいっぱいありますよね、そういうの面白いですよね。とか水シリーズもう一個言うと、沈める寺っていうのが、それドビッシーのプレリュードの中にあるんですけど、これもなんかちょっとなんかありますよね、海の中から突如として、なんかそう神話があったのかな、突如として巨大な、なんか島ごと、だからサンミッシェモン・サンミッシェルじゃないけど、なんかジブリとかでもありそうだけど、海の中から突如としてそういう巨大な荘厳な教会っていうか寺が上がってくるみたいな、そういう曲なんですけど、やっぱりそんな感じの曲なんですよね。うん、なんかそんなことで、なんかやっぱり水は欠かせないなっていう結論で、そうですね、水ね、水シリーズもやったらいいんですね。ピアノを遊ぼうではちょっとね、スケールがね、もっとちっちゃい水シリーズもねありますもんね。なんですけど梅雨は明けちゃったんですよ。でも梅雨は明けちゃったんですけど、逆になんか私も梅雨の時期だけなんかと思ってたけど、合わせて雨降ってると雨の即興になりがちっていうのだったけど、まあ、夏はなんか水は気持ちがいいので、まあ、夏はちょっと水でもいいの、まあ、ずっと一年水ですかねみたいな、あと水も飲んでいきましょうかねみたいなところですね。水、うん、なんか病気を治す飲水法ってやっぱ有名なんですね。でもやっぱりなんか真理な気がする。なんか結局なんかこう循環だし、あと、そうそれ絶対なんか一番思うのは、前なんか私がホスピスでボランティアで定期的に弾いてる時があって、
多摩聖ヶ丘とかあっちの方ですねの時があって、その時にあの本当に無力だ、当たり前だけど、なんかこれなんか役に立ってんのか、なんか邪魔してんのかなみたいな、って思う時が、まあ役にはみんな喜んでるのは分かるけど、でもなんかなと思ったんだけど、まあ確かに気分が良くなればいいとか、まあいろんなことがあるでしょうけど、なんかベッドで来る人とかね、なんかもうなんかもういつあれしてもおかしくないみたいな人とかもね、もういっぱいいるし、でそういうのってなんか意味あんのかなっていうかね、なんかで例えばそのそこはすごいグランドピアノがあって、ちょっとまあ普通の病院なんだけど、その院長先生の意向でなんとなくこうリッチな空間、普通の料金の病院なんだけど、そうでまあ聖ヶ丘とかちょっと都心から離れてるからっていうのもあるでしょうけど、だったので、まあ、グランドピアノがあって、でなんかソファーもあって、こう広いとこでこうご家族も来れる結構な広さがあったから、数十人は入れる、余裕でぎゅうぎゅうに詰めたら全然もう100人以上入れるようなところで、もちろんそんなにはしないけどようなとこでしたけど、やっぱりなんかそのために看護師さんたちが忙しくなるんですよね。椅子をやっぱり一応ちょっと配置変えたり、それでなんかすごいなんか悪いなみたいな、なんかそれどころじゃないでしょうにとか思ってたんですけど、なんかある時なんか一応私が自分なりに納得したのが、水にどっかで何かで人のね体はね70% 水分でできてますっていうのを聞いて、で結局水ってなんか結局こう波紋ができるっていうか、水ってすぐだから、そのさっきの浄水の話、水のごとくじゃないけど、その水の素晴らしさって無色透明で触媒っていうか、もう全てをこう反映していくっていうか、だからどこにでもこう入っていくし、で役に立つし、隙間を埋めていくし、誰の邪魔にもな、まあ、津波とかあるけど、でそれが体の中にも 70% あるってことは、まあ私にもそっち その死にそうな人っていうか、そのホスピスの方たちにもみんな 70% 水が入ってるってことは、なんかその私が弾いたら、綺麗な音で弾いたら、絶対その揺れは その人の、もうなんかほとんど意識がなくても、多分その 70% の水はこのなんか音の波動がきっと何かはそこにこう影響が、私がまあ汚く弾かなければ、何かはなんかそこ波長を整えるとまでは言わないけど、なんかがきっとちょっとはなんか悪くはないだろうなと思って、そこですごい私はなんか自分的に納得して、なんかその人のなんか 70% の水に向けて引くみたいに思ってたことをそういえば思い出しましたけど、別に死にそうな人じゃなくても、そういえばなんか人はみんなそうだから、なんかわかんないですけど、まあ、今思えばそこまで今だったら別に水って思わなくても、見えないところがいっぱいあるからっていうか、そこ空間つながってるから、別にその人の思考に働きかける必要ないっていうか、そっちは間違ってたっていうかだなっていう感じですけどね。だからなんかやっぱ水はなんか今日水の日になっちゃいましたけど、そんな感じです。ではなんかもうでも本当になんか熱中症とかになるし、水飲んでいきましょうということで、ただだし、まあペットボトル買ってもまあ水が一番安いしみたいな感じですね。じゃあ終わりたいと思います。すいません、なんか流れで水の話になってしまったということですね。では、今日は6月27日 8? 28だよね今日28日火曜日です。
明日からちょっとまたちょっとどうなるか、明日の朝はうちからですけど、どっかから多分やると思います。では、今日が素敵な一日でありますように。ありがとうございます。ちょっと本当に話がす ということです。それで、熱中症に気をつけて、素敵な一日でありますように。では、また明日の朝に失礼します。ありがとうございました。ありがとうございます。